引き続き今後の雨量にご注意ください。雨心配だね。仙台市内の皆さんも今後の気象情報にご注意ください。過去にはこのような大雨による被害もありました。近年の気候変動により大雨や台風による災害が増えています。豪雨による河川の氾濫や浸水、土砂崩れなどの被害も増加しています。これまでは大丈夫だった地域でも災害時の行動を見直す時かもしれません。大雨や台風による災害は地震や津波と違って事前に備えることのできる災害です。皆さんのお家では何か対策を考えていますか？うちは話したことがなかったな。それでは、突然ですが皆さんはマイタイムラインってご存知ですか？マイタイムライン？マイタイムラインとは大雨台風による災害に備えたご家族一人一人の避難計画のこと。家族構成や住んでいる場所に合わせ避難すべきタイミングや安全な避難行動をみんなで確認して備えることができるものです。なるほど。実際に災害が起きた時には誰もが慌ててしまいます。例えばマイタイムラインがないと、いざ避難する時に非常持ち出し袋の準備ができていなかったり、避難する場所が分からず避難が間に合わなくなったり。想像すると怖いわ。しかしあらかじめマイタイムラインで確認しておけば、いざという時に慌てず安全な避難ができるのです。災害時に自分と家族の命を守るためにもマイタイムラインを作っておきましょう。よし、我が家でも作ってみるか。まずは現在お住まいの地域が大雨の時にどのような災害リスクがあるのか、ハザードマップを使って調べてみましょう。ハザードマップは区役所窓口や仙台市のホームページなどで確認することができます。お家の周りは大丈夫かな？うちにも川の水が来るかもしれないわね。マイタイムラインは避難する場所や警戒レベルに沿った避難のタイミングなど、雨の降り方や台風との近さに応じて家族それぞれが取るべき行動を確認することができます。避難するときは何を持ってけばいいのかな？今のうちに確認しておこう。おばあちゃんもいることだし避難は早めの方がいいわね。おばあちゃんを迎えに行くのはママの役目ね。我が家の避難場所はどこにする？私が通ってる小学校。このように家族で話し合いながら一人一人の行動を決めておくことが大切です。できた。大雨や台風が近づいてきた時、マイタイムラインを確認できるようにいつでも見えるところに貼っておこう。マイタイムラインは市役所や各区役所窓口などで配布しています。その他仙台市のホームページからパソコンやスマートフォンでも作成することができます。皆さんもマイタイムラインを作ってみましょう。マイタイムラインに関するお問い合わせはこちらへ。